皆さんこんにちは、ノスタルゲームのアトリエへようこそ。今回はファイアーエムブレム封印の剣、こちらのゲームを解説プレイしていきます。今回は初プレイどころか、主はファイアーエムブレムシリーズを未プレイなので、まずはファイアーエンブレムではなくファイアーエムブレムときちんと呼ぶところから始めたいと思います。それではやっていきましょう。無論最初から始めます。難易度が選べます。後で知ったのですが、一度全クリアしないと難易度は選べないそうです。ソフトを中古で買ったのでこのようになってます。2002年発売なので新品なんて売ってません。かつて人と竜が共存する大陸があった。彼らは共に英知を持ち、住処を犯すことなく穏やかな生活を営んでいた。しかし突然人の侵略によってその均衡は破られる。どちらともが大陸の覇権をかけ争い、それは大自然の断りをも変化させるほどの大戦となった。後に人竜戦役と呼ばれる戦いである。その結果、敗れた竜は大陸から姿を消し、人は戦いの痛手を乗り越えて大陸全土、そしてそれに連なる島々へ着実にその勢力を伸ばしていった。それから1000年近い時が流れ、物語の舞台となる大陸エレブでは、竜から大陸を勝ち取った人がいくつかの国を作り分かれていました。まず大国が2つ、西にエトルリアと東にベルン。あとはこの2カ国に挟まれるようにして小国ではなく小勢力、複数の領主レベルが手を組み統治するリキア同盟。それから民と共に荒れ地を切り開くイリア地方の初期師団、ここはレジスタンスというやつでしょうか。騎士が主に仕えてなさそうです。最後は広大な草原を馬で駆け巡る坂地方の諸部族、モンゴル帝国でしょう。チンギスハーンで有名。こいつら他国に襲ってきそうです。しかし平和は保たれていたそうですが、案の定崩壊。戦乱を起こしたのは東の大国ベルンで、まず坂とイリアを打ち滅ぼしました。モンゴル帝国とレジスタンスはあっけなく脱落。残された中小組織リキア同盟も当然狙われます。リキア同盟の東部フェレを治めているのはエリウット、息子はロイです。スマブラでおなじみのロイです。ロイはリキア同盟内のオスティアへ留学していたそうですが、病中の父ちゃんに帰国を命じられます。危篤のようです。それはエリウッドの親友ヘクトルの愛娘ベッピンさんです。父親と驚くほど似てない。リリーナがエリウッドの元へ向かった後、ロイに帰国の知らせが届いたのでした。ロイは自分の家来とリリーナへの帰りの護衛用の兵ボールスを引き連れて向かいます。そしてフェレの目前まで来たロイでしたが、城が賊に取り囲まれてしまいます。ボス、連中城にこもったようですぜ。ふん、かつてはリキア一の騎士と謳われたフェレコ・エリウッドもさすがに病には勝てねってか。リキア同盟はベルンからの侵攻を防ぐのに手一杯のようで、フェレは田舎なのか手が回っていません。なので賊に乗っ取られかけています。さらに他の賊までやってきました。村が壊滅した模様。なかなかにハードな始まりです。城の中では病気のエリウッドのもとにすでにリリーナは到着しています。彼女は賊と戦おうとしますが、エリウッドは止めました。まあ賊にこんなべっぴんさん差し向けても心躍るだけです。それともちゃんと戦えるんでしょうか。さてここら一帯の村々は賊に制圧されてしまいました。もうダメかもしれません。しかしロイのもとにエリウッドの使者が到着。ロイは父やリリーナたちの救出を急ぎます。戦闘開始のようです。いきなり野に放たれ始まりました。マリオがいきなりステージに出てクリボーが歩いてくるくらいいきなりです。そんな簡単なゲームではないと思うのですが、チュートリアルや戦い方の説明などは一切ない模様。世は乱世、いつ戦いが始まるかわからない。常に準備と気構えを怠らず、戦い方は体で覚えるとのことです。ハードな社会です。とりあえずキャラクターを動かすようなので動かします。ロイから行く。王様から動かないと部下がついてこないとロイの声優さんも言ってました。持ち物、レイピアに傷薬、ポケモンでしょうか。ただ傷薬ではなく傷薬です。そして待機、これでロイのターンは終了のようです。続いてはランス。こちらは敵に接近したので攻撃ができます。武器は鉄の剣と手槍。手槍とは細く小さい槍で投げたりもできる武器のようです。しかし鉄の剣で攻撃。相手も攻撃してきます。ランスはさらに攻撃。これでターン終了。経験値をもらいました。敵を倒すのではなく戦うと経験値が得られるのはディアルです。山賊は倒しきれませんでしたが、続いてアレン。着実に敵を個別に潰していきます。アレンも獲物は剣と槍、ただ手槍ではなかった。山賊を一人撃破。
この調子でいけばここは乗り切れそうです。お次は弓使いらしきウォルト、サンリオ男子ならぬディズニー男子です、きっと。ただここは変更して老兵と思われるマーカスでいきます。年は取っていますが覇気は十分、銀の槍という高そうな武器も持っています。若者とは持ってるものが違う。実力のほどは、山賊が一発で死にました。じっちゃん強いです。実力も小僧とは違う。今度こそウォルトの番。ただ敵に攻撃することはできず待機。最後ボールス、適当に後ろからついてこさせます。今度は相手のターン。どっちが城の持ち主かわからなくなってます。相手からの攻撃、標的はウォルト、やばそう。ギャフン。経験値もらいましたが HP が半分以上飛びました。弓使いなので耐久面はお察しでしょう。こちらのターン、ロイ自ら助けに行きます。マーカスでいいが人望稼いでおく。歴戦の猛者に頼り切っていては世代交代の際面倒になります。敵の攻撃をかわしました。ナイスですが山賊の HP は半分以上残ってる。まだまだマーカスには及びません。続いてウォルトの番ですが、弓矢なのでこのように山なり攻撃が可能です。相手にも弓使いらしき人物がいるので潰しておきましょう。だいぶ大胆な作戦ですが、反撃にあった、こりゃまずい。とりあえずマーカスで山賊を攻撃。なんかすごそうな攻撃出ました。マーカスが見せます。そしてランスで弓使いを攻撃。2回攻撃で撃破、ランスも見せます。あとはアレンでウォルトに迫る山賊を潰す。これがマーベラスコンビネーションです。攻撃はかわしましたが仕留め損ねました。まだボールスがいますが戦線に参加できません。なんか置いてきぼりになってます。山賊のターン、ランスに攻撃が来ますがかわして返り討ち。もう一発ランスに来ますがかわして返り討ち。もう一発攻撃、これではランスのターンです。ランスが見せに見せます。これならマーカスが引退しても大丈夫そうです。もう一発ランスに来ますが、うきゃん、気づけば残り HP が少ない。一発が割と重い上にリンチしてくるので油断は禁物。そしてウォルト、やられました。この BGM は主でも聞いたことがあります。このファイアーエムブレムシリーズは一度やられるとその人はちゃんと死にます。二度と操作できません。文字通りやってしまいました。敵の想像以上の総攻撃にあえなくウォルトが死亡。あだは主が撃ちます。さすがにロイが死んだらやり直しになると思うのですが、どうなんでしょう。仇は取ったぞウォルト。死因は明らかに主の采配ミスですが、しかしウォルトはロイを恨んではいませんでした。乗り越えましょう。残すここらの山賊は3人。HP の少ないランスは敵の囲みから抜けつつも攻撃はできる位置に。そして1人潰します。レベルが上がりました。マーカスも1人撃破。ボールスはようやく並んで待機。残る1体をアレンが撃破し損ねました。相手のターン、ランス危ねー、返り討ちにしました。もうこちらのターン、相手の残りはまだ操作圏外か。こちらもこのターンはアレンが敵に接近しダメージを与えた以外は全身のみで終了。相手のターン、ちゃんと残り HP の少ないランスを狙ってきました。ランス危ねえなおい。そしてまたすぐにこちらのターン、ランスの HP がいよいよまずい。まずは HP 満タンのアレンが特攻、結果は痛み分けでした。マーカスはこのターンは攻撃できない。ですがアレンと共に敵を阻む盾になります。ランスは後方に控え傷薬を使う。ちゃんと各自持ってます。 HP を10回復、受けるダメージ考えると結構しょっぱい。ただアイテムを使うとさらに少し動けるようです。ボールスは一人別方向から進む。ロイはやはり防御をしっかり固めておきます。大将なので。相手のターン、やはりランスが狙われている。しかし俊敏性は抜群なのか、この男かなりの確率で攻撃をかわし2回攻撃を発動させます。そしてアレンもだいぶ危なくなりましたが、山賊を返り討ちで撃破。こちらのターン、お待たせしました。ようやくボールスの攻撃です。とても後方に控えて良い装備ではありません。彼こそ前に出て敵を受け止めるポジションでしょう。そしてマーカス、ここまで見てると火力がおかしいことが明白です。ちょっと強すぎはしませんか。アレンは一旦敵と距離を置き傷薬で回復させます。
持ってません。忘れ物しちゃってますこの人。みんな持ってきてるのに何をしてるんでしょうか。剣と槍欲張って持ってきてる場合じゃないぞ。仕方ないので待機。ランスは端にいた弓使いを攻撃。倒しきれませんでしたが、敵からの反撃もありませんでした。弓はゼロ距離では戦えないのか。ロイですが、城には入らず待機。城の前にいる奴は強そうなので、部下で様子を見ます。相手のターン。弓使いからランスが攻撃を受けますが、敵は離れたことで、今度はこちらが反撃できない。城の前にいる奴は動かず、すぐにこちらのターン。弓使いをとっとと詰めて潰します。これであとは城の前にいる奴のみ。マーカスが無難でしょうが、ボールスから行きます。最前線で敵を受け止めてなんぼの重装歩兵です。ダマスという名前付きの山賊。ダマスというより強奪だろ。なるほど、ボスのようです。これまでの奴らより強い。このままでは次のターンにボールスは死にます。マーカス行かせたいが、場所の入れ替わりは無理な模様。なお持ち物の交換はできます。なのでロイの持ってる傷薬をアレンに渡します。主から薬取っちゃいました。一つは無理そうなので全部。しかもこれでは交換ではなく贈与です。手のかかる部下です。しかしアレンが傷薬を一つ使い、残りはロイのターンにまた交換で回収しました。交換も手がかかります。さすがに大将が回復不可ではいけない。こちらのターン終了。ボールスは自分から仕掛けてダメージを負いましたが、今度は相手の攻撃。さようならボールス。なんとか生き延びました。この重そうな体でかわすとは大したものです。こちらのターン、ボールスは脱出に成功。自分から仕掛けたのですが、今度はマーカスを行かせてみます。チートコードを使用して連れてきたキャラクターとかではありません。強すぎませんかこの実弾。山賊と同じ気持ちです。ゲームバランスが崩壊してます。勝ちました。しかしクリアとはなりません。ロイが城に入るとクリアのようです。父ちゃんとディリーナの元へ無事たどり着きました。ロイが呼ばれたのは、フェレの軍を率いてベルンと戦っているリキア同盟軍に合流するためだったようです。ディリーナもロイに同行して参戦すると言います。ディリーナは魔法が使えるようです。では連れて行きましょう。しかし結局、彼女の父親が治めているオスティアへ帰ることになりました。彼女の父親は土地を離れベルンと戦っているので、領主代理だとのこと。ロイはベルン国境付近でエリウッドが手配した傭兵団と合流することになります。なお、ボールスは、ディリーナ様に代わりロイ様をお守りするそうです。ディリーナの頼みとはいえ何してるんでしょうか。ディリーナの帰りの護衛をするためにあなたここまで来たはずですが。分かっております。ではないんです。ロイ一行はベルン国境付近にある村へ向かいましたが、その近くには国境を守るベルン側の城があります。しかし何やら想像しようで。ということで今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。次回に続きますので、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また今後ともノスタルゲームのアトリエの方もよろしくお願いいたします。